なんつっていよいよ最終関門なんですが、なんとこの先は何も装備しちゃいけないみたいなんです。先輩の装備品は責任持って回収しときますんで、装備脱いじゃいましょう。この先、大変危険な区域になります。ここから先はエスカレーターを一度登ると降りられません。修羅への片道切符といったところでしょうか。ただし、お客様の選択した順路によっては、待合室に帰還できるフロアに到達する場合もございます。十分にご覚悟の上、お進みください。また、バルブの塔名物、スタンプラリーも引き続きございますので、ぜひとも応援ください。この先何かございましたら、島内放送にてアナウンスさせていただきます。それでは、お気をつけて。
お客様、その先のエリアは持ち込めるアイテム数が制限されたハラスメントな区域となります。お持ちのアイテムを整理してアクセスしてください。
Thank you.
Oh!
愛くるしい瀬戸際、確かに拝見させていただき、はあ、ありがとうございます。その瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。愛くるしい瀬戸際、確かに拝見させていただきました。その瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。それではお客様を蘇生申し上げます。
今回はその瀬戸際のご判断賢明かと存じます。それではお客様を蘇生申し上げます。Whoa!
今回は、はあ、ありがとうございます。その瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。愛くるしい瀬戸際、はあ、ありがとうございます。その瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。今回はその瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。それではお客様を蘇生申し上げます。